皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは。今日はですね、まあ僕ら普段ね、こうやって、まあ一応クリエイター、映像クリエイターとか、まあ僕の場合音楽もそうですし、まあいろいろこうクリエイトしている空間で、今こうやってね、みんな、働いてると思うんですけど、そんな僕らが、まあ、こよなく愛するアイテムって言えばいいのかな。まあ、必要不可欠な。必要不可欠なアイテムを、紹介できたらなと思います。ベラベラ喋っててもあれなんで、早速紹介してもらいましょうか。はい。お、行っちゃう？もう、行けません。あ、そうそうそう。そうそう。ごめん。今、もう、挙手制か。挙手制かと思ってました。なるほどね。アキラ先生。はい。いいですか？いや、今日はさっき言った方がいいじゃん。結構、目玉系揃ってないですか、ね、どれから行こうかな。まずちょっと一個とんでもないものがここにあるんですけど、ですよね、ですよね、はい、とんでもないもの、とんでもないものがね、これね、あの M1 の MacBook Air なんですよ。今日届いて、そのまま数時間前に。いや、羨ましい、羨ましいっす。今も僕めちゃめちゃテンション上がってて、だって今日テンションおかしいもん。なんかね、ヘラヘラしてるような。めちゃだからさっきジュリアン言ってたんですね。そうそうそう、じゃあそれが違う。それが違う。呼び捨て、うん、新しく CPU、GPU が開発されて、それを搭載されているモデルで、うん、まあ、動画編集も、まあ、クリエイティブな作業とか、まあ、ほとんど全般的にスペックが格段に向上して してるので、まあ、僕らにももちろんいい影響が与えられていて、うん、動画編集がかなりサクサクになるっていう、うん、僕家で iMac を使ってるんですけど、こっちでもちょっと編集をがっつりしたいってなって、これをちょっと急いで買って、うん、で3週間ぐらい待ったんですよね。結構待ったんですよね、うん、でやっと、到着してって感じですね。なるほど、はい、いや羨ましい。なんかこの M1 のチップってね、その映像編集に限らず、僕音楽作るんですけど、これ音楽プロデュースする人でもめちゃめちゃみんな推してて、めっちゃいいって言って、やっぱり音楽もすげえスペックいるから、なんやったら結構映像と一緒なぐらい、ひょっとしたら。そうそう、俺もよくフリーズするぐらい、音楽なるんで、はい、羨ましいです。はい、素晴らしい。いきなり M1 スタート。いきなりこう。あえてシルバーを今回選びました。うん、前のがグレーです、うん、はい。で、あとは本当に周りのものなんですけど、これが、結構僕の一押しのアイテムです。手鏡。違う。これを置いて、まあ、作業をしながら、スマホ、iPhone を置けると、うん、で充電ができる、あったらめちゃめちゃ便利っていう。いや、そうやろうな。こう携帯ってこうなってたら結構見にくいんですよ。で、こういうアクションが割とめんどくさくて、こうやって言うともう通知来たら見えるんで。ああ、なるほど。返信早いもんな。あ、ほんまですか。そういうイメージあるわ。まあ、あとはこういった SSD ですね、これはメディアデータを管理するものになるんですけど、これ SSD っていうかなり高速かつ頑丈で、まあ、持ち運びながら、この PC につなげるとここにアクセスしていろんなデータを操作できるというふうなものですね。 Apple、うん、製品ってめっちゃ容量を増やす時ってめっちゃ値段高いじゃないですか。高いね、めっちゃ高いね。なんで僕はもう外付けで済ませてるっていう感じですかね、うん。まあ、あとはなんかブルーライトカットメガネが、まあ、僕はいつもつけて編集するんですけど。何かけてる。今日調子いいな。いいっすか。調子いい、調子いい。おかしい。M1 届いてちょっと。デスクワークって本当に目が悪くなると思うんですよ、マジで。僕めっちゃ悪くなったんで、なんだ、僕が最近だった。そうですよね。結構ブルーライトカットメガネっていうのはおすすめです。うん、てか、まあ、あった方が絶対にいいと思います。なんか安くで買えるしね、その別に度数いらなければ、はい、うん、もう全然2、3000円とかでもね、うん、そうそうそう、はい、物によってって感じですかね、僕は。はい、以上です。はい、はい、じゃあ次スカイ先生。僕はもう紹介するもの全然ないんでサクッて終わります。僕はこれです。なんかスカイらしい。めちゃ、まあ、クッションなんですけど、まあ、僕が使ってるのはヨギボで、僕結構前から昔から体は悪くて、体っても腰が悪くて、長時間座ったりとか立ったりとかややこしい体なんですけど、できなくて痛くてここに置いて、こうすることでだいぶ軽減されるようになったんですよ、体痛が、腰痛が、うん、っていうのに僕はこのクッションすごい欠かせないなっていうので今日持ってきました。これは結構ね、まあ、僕もそうやし、まあ、彼現役で、うん、
あきらくん一応そうです、まだね体動くし、はい、で、まあ、僕は全然最近もう動いてないんですけど、本当数年前まではもうめちゃくちゃ動いてて、うん、やっぱりめちゃくちゃ動いてて体もだいぶ弱してるからこそ、もうこの座り作業になった瞬間のなんか腰痛くなったらさ、 いろんなところバグってけ、なんか内臓も調子悪くなってくるんだ、ずっと集中してたもん、一箇所痛くなってくるとそこに意識いっちゃって、なんかそう家でやってても一応デスクはちゃんとあるんですけど、もう気づいたら立ってるか、なんかソファ移動したり場所変えたり寝転びながらやったりしないと体が持たないというか、腰が痛くて、まあ、それがすごい、僕はですけど、これをここに置くことです。なんかすっごいスカイらしい、これ、うん、スカイらしい。はい、じゃあ、次僕いきます。僕は多いです。非常に多いです。いきますよ。はい、まあ、まずは何といっても、まあ、これ僕ずっと Windows ユーザーだったんですよ。実はずっと Windows ユーザーで何年もで、どっちかって言ったらやっぱり、まあ、Windows の方がいろいろできるじゃないですか。改造できたりメモリー増やしたりってやっぱすごい楽やし、まあ、ただ、もちろんデメリットもあります。ウイルスに非常に弱い、非常に弱いのと、まあ、ウイルスバスターとかいろいろあるんやけど、結構ねストレス、触っててストレス感じたのは Windows の方、むちゃくちゃ今でもそう、やっぱりストレス溜まる。僕みたいなクリエイターの人って絶対、特に要は僕ぐらい深いって言ったら、要は CG ってかなりヘビーな作業でしょってなった時に Mac でやるみたいなって思われることって結構多いというか、みんなイメージではいやいや Windows でしょっていう、特にクロートの人たちはね。ただ俺はな、この Mac を使うようになって、やっぱり、まず強い、何に対しても強い、ウイルス系、ウイルスにも強いし、エラーが非常に少ない。そう、これはほんまにびっくりした。 Mac はめちゃくちゃ少ない。で、僕音楽も作るんですけど、マジでこれが命の次ぐらい。いや、もちろん命の次に大事なのはそれは家族やで。やけど普通に考え、今やってて俺これなし、これあるだけで世界変えれる自信あるみたいな、いろんなことを発信できたりする。でこんな素晴らしいマシンって俺ないと思うんだよな。で、ある程度、まあ、ヘビーな CG はたまにこれで作ったりもするんですけど、結構ね、いけます。なんだかんだスペックある程度ね、32GB のやつなんですけど、これメモリーとかが、でもそれでもねめちゃくちゃ綺麗にやってくれますけど、はい、まずこれですね、一つは。でこれですね、この SSD、まあ、これと一緒で、これ、ハードディスク、外付けのポータブルハードディスクなんですけど、こっちはハードディスク、要はディスクが入ってるんですよね。これはそうじゃないんですよね、これはねチップなんですけど、で、こっちの、メリットはまず衝撃にむちゃくちゃ強い、でかなり速く移せます、データをめちゃくちゃ速いです。これがこの中に入ってるみたいな、ここら MacBook の SSD、 メリットが衝撃にまず強い、データ転送もかなり速いで長持ちする。デメリット高い。非常に高いです。SSD は、これ500GB、これ500GB で今いくらぐらいやろう、これ多分1万、まあ、1万でしょ、はい、1万ですね、これ、2TB、 これの4倍の容量入るんですけど、で、同じ値段です、ほぼ同じ値段ですよ、はい、ハードディスクは安い。で僕の場合やっぱり扱うフッテージが多いし、またそれ CG も書き出してそれを保存してとか、それの容量も半端じゃないんで、もう SSD 買ってた破産するっていう。そうそう、だから僕はもうハードディスクがもうこれがリアルに家に9個10個ぐらい10個ぐらいかな、こうクリエイター系は必ずこれ必要になってきますよね。SSD にしろ HD にしろどちらでもいいんですけど、絶対あった方がいいです。これは非常におすすめします。で、ですこれは、USB-C の、まあ、変換器ですね。こういう普通の USB を、させるように、まあ、特にこういう MacBook とか使ってる人には欠かせないものだと思うんですけど、実際買うとこれがついてくるんですよね。これってついてきたっけ、買うんやったっけ、あとから別売りっすよ。別売りか、別売りでそこそこの値段するんですよ。これ出た当時ね、結構これが人気なくてちょっと不細工だっていうので、結構そうそう海外サイトでもこれめちゃくちゃ叩かれまくってて、僕はね気にならなかったんですけど、これずっと持つのがめんどくさくて、めちゃくちゃこれ使ってます僕。もう何だったらほぼ差しっぱみたいな、コンパクトにこう垂れることがないというか、これがあんまり好きじゃないから。
はい、なんでこれはあのおすすめしますね。これ絶対持っといた方がいいです。次これです、僕これまああの皆さんも毎日見てたんですけど、僕常にこれを持ち歩いてます。あのケーブルを僕普段常に、持ち歩いてます。めっちゃ綺麗にまとめてそうなんです。僕そこういうところもあるんですよ。コードはね綺麗にまとめないと、そうそうそう、あの気が済まないんで。ただこういうのを持っとくとあの非常に便利です。で、はい、次これですね、ヘッドホンです。これも皆さん知ってると思うんですけど、常にこれも僕持ってます、はい、これスタジオモニター用のヘッドホンなんですけど、まあ普通のヘッドホンと何が違うのかと言いますと、このタイプのヘッドホンって音がフラットなんですよね、全てフラットに聞こえるんですよ。要はこういう、AirPods とかあのビーツ、あのドクタードレのやつとかって全部フィルターが実はかかってるんですよ。で、はい、そう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 で、まさに、僕は音楽普段作るんですけど、音楽ってもう音のバランスが激ムズなんですよね。ドクタードレのやつはスタジオモニターとかも一応あるんですけど、やっぱりね何かしらちょっとこう低音をブーストするようなフィルターが若干かかってたりするんですよね。でこのソニーのやつはこれ15,000円ぐらいで、プロというかレコーディングスタジオとかに行っても必ず置いてるぐらい、これは昔から愛用されているあのモデルのヘッドホンで、僕は普段映像編集もこれでやってます。なんでこのヘッドホンは僕結構愛用してます。音にこだわりがあったりとか編集であれば、あの持っておくとかなり便利だと思います。はい、で、次ラストですね。ラストこれです。欠かせないです。絶対持ってください。ケース彼持ってなくてね、これをこのままリュックに入れるんですよ。もう Mac 愛好家としては考えれない、怖すぎて僕の場合はね、まあ、あのこれごついの他にもいろいろ入れたりあの普段してるんであれなんですけど、まあ、衝撃に強いもの、まあ、そんなボン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 落とすわけじゃないんですけど、まあ、万が一何かがあった時のためにこれは絶対持っておくべきだと思います。はい、あの PC ケース、はいはい。まあ、今日はこれあの僕たちが本当に普段これガチで使用してるやつですよね、はいはい、あのなんかこのそう映像のためにあの持ってきたとかではなく、今こう映像で見たら多分あんまり分かんないと思うんですけど、全部ね結構汚いんですよ。もう使い古しててむちゃくちゃでもこれは本当に僕たちが普段ずっとね、これめっちゃ臭いんですよこれ。おおおおおおおあとはなんかねちょっとこうこういうのもありますよっていうのがあれば、うん、ぜひあの教えてください。言うてここら辺、特にここ2人とあとテサーは相当なテックマニアなんで、まあ知らないものはほとんどないんじゃないかなっていうぐらいなんですけどあればぜひあの教えてください。はい、締めてください最後。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいと思った方は、いいねとかチャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。